シルクレーシング米本です。まずは本日、お忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今ございました通り、イクイノックス、弊社所属馬イクイノックス号について、ご報告をさせていただきます。まず、有馬記念の出走につきましては、現在イクイノックスは、おとといですね、ノーザンファーム天栄の方に放牧に出てございます。レース後の健康状態のチェックによりますと、1分55秒2で、優勝した天皇賞秋から、中3週という、間隔で臨みましたジャパンカップ、こちらも2分21秒8というタイムでございましたが、この2つの、G1 レースを走っただけの疲れが見えているというふうに、伺ってございます。で、これから有馬記念を鑑みたときに、中3週という形になりますので、万全な体制での調整が難しいというふうに判断いたしましたので、出走は見送らせていただくことにいたします。一方でこれと並行いたしまして、ジャパンカップのレース後ですね、社台スタリオンステーションより、種牡馬として、素晴らしいオファーを、いただきました。こちらを検討した結果、素晴らしい評価をいただいていると、この上ない評価をいただいたということで、この馬につきましては、今スタリオンからのオファーを応える形で、種牡馬入りさせることがベストだという判断に、至りました。つきましては、イクイノックスは、2023年のジャパンカップをラストランとし引退、社台スタリオンステーションにて種牡馬入りすることとなりましたので、本日ご報告させていただきます。私からのご報告は以上でございます。ということで、フィルクス号の引退につきまして、代表より言及いただきました。これよりですね、各記者様より質疑応答の方に移らせていただきたいと思いますが、現状お答えできる範囲内のところですね、お答えできないところというのもあったと思いますので、こちらの方は、米本代表の方からお話しいただいた内容が、基本的には情報ベースというところで、記事の方に反映させていただきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では挙手制で、お話を。はい、すいません、元日刊スポーツ松でございます。改めて今後の予定伺いたいんですけれども、現在ノーザンファーム庭園の方に報告に出されているところですけれども、北海道への移動の日程、もしまた引退式などご予定あるようでしたら伺いたいんですけれども。すいません。はい、日程に関しましては、正直今日これ今発表いたしましたので、これから JR 線との協議になりますので、こういう馬ですから、できれば健康であれば引退式、やってあげたいなという、ファンの前に、もう一度、見せたいなという気持ちはございますので、日程等々すべて JR 線とこれからの協議になります。私ばかり大変恐縮なんですが、いろいろ全てのレース強かったですし、印象残るレース多かったかと思うんですけれども、米本代表が、考えるこのままベストレース挙げるのはちょっと難しいのかもしれないですけれども、強いて挙げるとすればどんなレースですか？そうですね、本当にどのレースも非常に印象深くて、競馬場で本当に大きな声を出して応援したというところで言うと、昨年の天皇賞秋の、パンサラッサを前に、見ながらの最後の直線になりますが、今年で言いますと、ドバイのレース、シーマクラシックですね、その後の、宝塚は結構難しい、レースだなと改めて思ったところではあるんですけど、やはり強さは見せてくれました。で、特に秋の2レースというのは、ドバイと同じように、本当にこう強い馬 の競馬、もう誰もが、本当に強かったねと思うような、素晴らしいパフォーマンスだったと思いますし、あともう一つ、特にこの夏を越えてからのあの馬の成長の完成度といいますか、非常にしなやかで力強くて美しい走りをですね、やっぱり目の当たりにした時に、本当にすごい馬に携わらせてもらったなというふうに、思っております。今
レーティングの方発表されまして、ジャパンカップのレーティング、イクイノックス133という数字が出ました。その数字に関する認証だったり、受けたご感想あるかお伺いします。そうですね、レーティングに関しましては、まあ、いろんな人が決めることだと思いますけれども、まあ、本当に世界トップの評価をいただいているというところには間違いないと思いますので、まあ、本当に、まあ、私も光栄という言葉も違いますから、本当にすごいなというふうの一言ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何か質問ございますでしょうか。はい、こっちに一点お伺いしたいんですが、先ほどちょっとその体調がまあ万全ではないという話で、故障で足元の故障であったりとかっていう、あれがあるのが、それともただの疲労なのかというところをお伺いしたいのと、はい、もう一点、脂肪が入りした際に、新次ゲート等の予定が変容で何か決まっていることがあるかと思います。はい、まず馬の状態に関しましては、先ほど申し上げた通り、まあ、レースの疲れというふうなものでございまして、特にどこか怪我があるというふうなことではございません。まあ、この中3週という調整に関しましては、まあ、天皇賞からジャパンカップと同じ感じになると思うんですけれども、まあ、現場の調整の仕方というんですかね、本当に一つの無駄もない状態でレースを迎えなきゃいけない、かなり厳しい感覚なんですね。で、まあ、今回のこの疲れから有馬記念を鑑みると、やはりちょっと今回は万全じゃないというのが、はい、お伝えしたことでございます。で、もう一点、脂肪倍入り後の話ですね、に関しましては、正直私が、お話しすることはあまりないんですけれども、まあ、素晴らしいオファーと申し上げた通りで、最大規模の評価をいただいたというふうに、思っております。続きまして、皆さん、記事に早く上げたいというふうに思いますね。どうですか。朝日新聞成吉です。世の中さん、今聞いて思うと、なんか最初に幼い頃のイクイノックスで印象に残る、ファーストインプレッションというか、はい、なんか思い出すようなと、デビュー前ということですか。デビュー前とか、うん、まあ、生まれてどのぐらいで、まあ、私が最初見たのは、はい、多分1歳の募集の時になると思うんですけども、はいはい、やっぱり北三村区の初年度3区ちょうど6頭、私どものクラブに来たんですけども、まあ、その中では非常にバランスがいいよねっていうのと、ただどうしても北三村区結構ね足 長めで、まあ、当時の皆さんの評価というのも、まあ、どんなもんかなっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、その中でも、まあ、私というよりも、まあ、牧場の方で、これは非常にバランスいい馬ですねというふうには、はい、言われて、まあ、うん、北三村区の3区どうなのかなっていうのが、はい、正直最初の印象ですので、はい、答えになってますでしょうか。はい、よろしいですか。ありがとうございます。それ自身もしまいました。これだけのパフォーマンスを見せているので、まあ、ファンの方は、まあ、来年もっと強くなるんじゃないかと、そういう大きな夢を持っているファンも多いと思うんですけども、やっぱりここで引退ぐらい迷われた部分もあるかと思うんですけども、その一番のことを決め手になったのでございます。はい。はい。まず、私の立場からしますと、やはり相応の評価をいただけているというのが、まず大きな決断のポイントかなと思います。でもう一つは、やはり先ほど夏越えてと申し上げましたけれども、本当に素晴らしいレースを見せてもらって、まあ、あれ以上のものというのがもちろん来年あるかもしれませんけれども、はい、もう何か木村先生とも話してはいるんですけれども、うん、もうあれ以上のものがあるのだろうかと。これは少しまあ、ファン目線というふうになってしまうかもしれませんが、はい、まあ、私の立場からするとそういったオファーをしっかりいただけたということでございます。あともう一点、
3区に対する期待がもしあれば教えてください。はい、北サンブラックがまた来年素晴らしい評価いただいておりますけれども、まあその子供ということで、まあこれだけのパフォーマンス、まあどれぐらいね子供に受け継がれるのか本当に楽しみでしかないですし、なんていうのかな、ジャパンカップのレース後の写真撮影一人の時にすごく思ったんですけども、もう微動だにしないといいますか、物文字しないといいますか、あのメンタルの凄さっていうのはとても最後印象に残ったんですね。まあそういったものも含めてまあ種牡馬として非常に皆さん評価いただけるんじゃないかなと、まあ本当期待しかないですね。はい。